はい、ゴブリンムノ。ゴブリンスレイヤー2、第11話の反応集行ってみよう。ゴブリンと聞いておとなしくしてられないボブスレさん見る。ジュナ、で済む話なのかな。さて王女の低層はどうなったかな。いやでっか、いやでっか。後ろの父がでかすぎて話が入ってこない。勇者パーティー一期の頃から出てるのよね。勇者だから準備で金も用意してもらえる。金貨10枚あれば4人が1年暮らせるんだぞ。ヒノキの棒と50ゴールドだろ。いい加減にしろ。女勇者が頭緩めで可愛い。ゴブリンスレイヤーたちとは別行動？動くなって言われたら動けって振りだよ。妹な、もう手遅れでなければいいが。今頃ゴブリンのグヘヘタイムですわ。妹さんはもう中古でしょ。今頃ゴブリンの子はらんでるやろ。この子は誰かと思ってたら映画の子か。新刊ちゃんの服は予備があったの？最も深き迷宮ロードストーンにあるはずでは。ゴブリンのことで頭がいっぱいの人には何言っても無駄ですよ。ゴブリンで生き生きしてる。生き生きゴブリンスレイヤーさん。ゴブリンと言ったらセリフが倍速になるゴブスレさん。ウィザードマンが尻尾で感情を表現するアニメは名作。出た恋愛脳の剣の乙女さん。横乳がでかすぎる。ゴブリンなので霊入りません。お、イカラなんか出てきた。どこから取り出してんねん。どこにしまってんだよ。え、隠し場所がエッチすぎるだろ。ナチュラルによ、イカラ出てくる。自分の胸の谷間から取り出したリボンをゴブスレさんに手渡す魔の剣の乙女さん。剣の乙女さん、わざと挟んでただろ。ぬくもりをゴブスレさんに与えるために。エレベーターに乗れるブルーリボン。ただのは青いリボンだった。銀闘球が4人いても無理なのか。着状は残ってた。姫だと分かってたんならゴブリン頭良すぎる。早くゴブリンがいる場所に行きたい。ゴブスレさん、生贄のためにさらった。顔みたいになっとるやん。シニュラクラ現象。転落防止の手すりが設けてあるとは知能が高いぞ。ゴブリンスレイヤーさん、ゴブリンのことだからよく喋る。ゴブリンの増援があってほしいと願ってそうなボブスレさん。古来からバカと煙は高いところに登りたかると言います。姫様いるし、爆発とかあかんやろ。地形が広すぎて破壊は難しそうね。初めてだっけ？意外に思える。女神官ちゃんの初めて、意味深。神官ちゃんの初体験か。初体験は大変でしたね。ダクソペーでありそうな展開来たな。狭いところでライダーだ。ゴブ、ゴブリンどもは皆殺しだ。嬉しそう。ゴブリンさん、ゴブリン倒せてウキウキだ。ゴブリン側の攻撃が弱くないか。暴れん坊将軍の盾シーンばりにスピーディーなゴブリン討伐。エルフさん、何本弓矢持ってきてるん。水も毒も爆発もなし、油をかけて焼き殺す。燃やすのはありかよ。火を直接当てるの結構えぐい攻撃よな。本当は直接やりたかったのにな、と思ってそう。私が欲しかったらこの火を越えていらっしゃい。飛び越えれる距離なのか。鎧着てよく飛べるな。スクロール来た。なんだそのスクロール。お、スクロール久しぶり。ゴブリンが吸い込まれていく。スクロール最強。何そのブラックホールみたいなの。吸い込んだのは高所との気圧差によるものか。雨の代わりにゴブリンが降るて。雨の代わりにゴブリンが降ってくるってひどい絵だろうな。晴れ時々豚子ゴブリン。剣の乙女さんのパーティーが死の迷宮をクリアしてるからゴブリンが住み着いて巣窟になっているのか。女神官ちゃんかわい。早くサブ隊の映像が見たいよ。王女はまだかね。ショゴス地味た不定形生物。この魔物はゴブリンの何倍危険なのかな。なんでこんなに勇者パートあるの。勇者ちゃんパートどう絡んでくるのかな。血が出るなら殺せるなんてプレデターみたいな思考回路。再現なく膨らんでるのはいだろ。ゴブリンをずっと始末している主役と派手に活躍する勇者。フードを追ってる娘がドタイプすぎる。さっきの転移させたゴブリン。ゴブリン勇者一行のとこに降ってきたのかよ。ここにゴブリン降ってきたのね。ゴブリンの転移先、勇者ちゃんたちのところだったのは草。ゴブリンを取り込んでクソバカ族になったんかい。勇者ちゃんの陰にゴブスレさんあり。おー、妹ちゃんがグヘヘされてるのにこいつらのんびりしすぎだろう。
この昇降エレベーターがダンジョンズ&ドラゴンズウィズっぽいな。面倒だなって言いながら内心ワクワクしてるのがゴブスレさんだよ。新刊ちゃんの出番。やる気の新刊ちゃんかわい。臨機応変、行き当たりばったり。新刊ちゃん言うね。臨機応変って意外とむずいのよ。高度な柔軟性なんてまた言われてるぞフォーク。王女の受難きた。儀式の最中だったゴブリンプリースト。まるでロードスみたいじゃないか。薄い本みたいにされてる。エッチな拷問されるまでちょっと待たないか。これはトラウマになりそう。おい妹ちゃん、ギリギリ服を着てるだと。儀式の生贄なのに服は着たままなのか。脱がし方が中途半端だな。おいおい、なんで全部服びりしてねえんだよ。妹ちゃん無事そうだな。こいつら本当にゴブリンかよ。今回は姿を確認できるような猶予をあげるとか、随分と優しい。ふはははははじゃあねえんだよ。ゴブリンにもプリーストいるのか。異世界から何か召喚でもするのかな。今のゴブリン、ちょっと、ちょっと、って言ってたような。やっぱり今日のゴブリンちょっと喋ってるよな。ちょくちょくゴブリン語がわかる俺らもゴブリンなのかもしれない。ゴブリンも上司の言うことが無茶すぎて汗流してますわ。血の魔法陣、スプリガンで見た。でっかい手、ピュアリファイ来た。今回は生命を奪う使い方じゃないからセーフ。多分。血の魔法陣を浄化して結界を解体したか。今度はゴブリンの血は浄化されなかった。浄化の奇跡なんだかんだでめっちゃ役に立つな。浄化の神聖魔法、大活躍だな。女神官ちゃん有能すぎるやろ。2期はピュアリファイムそうだね。人質とか関係ないんで。ゴブリンスレイヤーに人質は効かない。股間蹴りされて頭ぶん殴られた。バキといい根気金的するアニメ多いな。ゴブリンプリースト、股間蹴られて頭潰されてかわいそう。歪んでって歪んだのはゴブリンの金玉だろ。ゴブスレさんに蹴られて歪んで消えていくゴブリンの金玉。次回サブタイはまたしてもウィザードリー小説。風よ、竜に届いているか、ノーマージュかしら。恐ろしくスピード解決だった。さすがに次回なんかアクシデントありそうだが、来週はこれまでの例からしてヤバいモンスター出てきそうだな。グレーターデーモンと書きそう。あの世界の連中、ゴブリン舐めすぎだろ。分かってる人は分かってるんだけど、分かってる人しか分かってない。1階からエレベーターで4階に直行してブルーリボンネットか。今日の試練場で散々やった手順だ。エレベーターがあるのが1階ダックゾーンの奥とか、ますますウィザードリーだな。ブルーリボンにエレベーターとか、元ネタがウィザードリーって今の子は分かって見てんのだろうか。人質殺すと人質の意味がないから、近づいても人質は殺されない理論。スクロールクソ便利じゃない。仲間とか逃がすの簡単にできそう。貯めた金使って貴重なスクロールを入荷したら回してもらっている。都合のいいのはなかなか出物がない。火を飛び越えられる女神官ちゃん、それなら前回の砦攻略で螺旋階段突破する時も助けいらなかったのでは。大妹の受難なんてタイトルで期待したら、大妹のせいでゴブリンの受難でした。キングはいるわ、チャンピオンはいるわ、シャーマンはいるわ。こいつら本当に知能低いのか。ゴブリンは知能が低いという割に、肝心なとこでは本能から統制できてるのが草なんよ。ゴブリンはバラモン教カースト制のような社会なんかね。はあ、ゴブリンさんにはがっかりした。全くもって無能の限り。おー、妹ちゃんのブヘヘを1週間ずっと夜しか眠れないくらい楽しみにしてたのに、何やってんの。ゴブリン目なんで逃すことすらやってないんだよ。ちゃんとやることやれよな。自分の存在意義を考えろ。原作じゃ一応脱がして履いたと思う。手出してないだけでサバラシにボコボコ。おー、妹ちゃんを人質にして泣き顔見せただけかよ。深刻なブヘヘ不足だぜ。まったく、どうせなら駆けつけたところちょうど真っ最中ならよかったのに。2期のゴブリンさんって紳士が多くて少し残念。おー、妹の因果応報さが足りんね。それがゴブスレの良さなのに。ゴブリンたちも日めくれ協力かな。これ勇者パーティーとゴブスレさんたちが同時に動いてるから、うまいこと言ってるんだっけ。ゴブスレさんが飛ばしたゴブリンの死体をショゴスみたいな怪物が取り込んだなら、エロスライムになるべきじゃないんですか。50円とコンボをやるから魔王倒してこいとか、無理難題押し付けてきた王様はドラクエだっけ。それ思い出したわ。
ということで、ゴブリンスレイヤー210話視聴させていただきました。珍しく救出とまではいかなく、ゴブスレシャーマンみたいなボスを倒して終わりましたけど、それでもテンポ早いな。なんか今期のゴブスレってめちゃくちゃあっさりゴブスレ退治しますよね。よく言えばサクサク進むから飽きない、悪く言えば緊張感が微妙。私は前者よりなのでまあいいんですが、人質とか全く無視ってズンズン進むゴブスレさんにも笑ったしね。まああのゴブリン武器とか持ってなかったから人質の体を成してないけど、あとトカゲがゴブスレさんのこと生き生きしてるとか言ってて笑った。やっぱり生き生きしてたんじゃねえか。まあ前まで私らが生き生きしてるとかウキウキしてるとかネタで言ってましたけど、ついに公式になった瞬間ですねこれ。そしておお妹っすよ。ほら先週私が言った通りになったわ。他のモブに比べて全然綺麗ですやんか。やられてるのかやられてないのか気になって調べたら、どうやら生贄にする必要があるから、どうやらやるまでは言ってない様子です。はい、おー妹補正入りました。まあ私は女の子が無理やりやられるのはあんまり好きじゃないのでいいんですけど、それはそれとして、なんで服もほぼほぼ着ているのかが解せない。儀式の時は全裸が相場なんだよ。違うか、もうあれですわ、こいつら今すぐ剣の乙女を拉致ってきて脱がせるしかないですね。多分返り討ちにされるだろうけど。そんな剣の乙女さんが今週もエチエチすぎてたまりませんでした。この人出てくるたびに妖艶な空気が漂う。胸の谷間からブルーリボンを出すくだりとか、もうこれ痴女だろ。ゴブスレさんは全く反応しなかったけど、いやでもこういう風にグイグイ行くような感じの剣の乙女さんはキャラクター性も含めてゴブスレの女の子で一番好きかもしれないです。勇者パーティーは今回やたらと出番があったけど、あのスクロールってやつでゴブリン吸い込んだからあんな風に妙なシンクロしたんですな。あのスクロールって魔法めちゃめちゃ便利って思ったけど、ああやってどこかにゴブリンが転送されたとことかたまったもんじゃないですよね。というわけで次回はもう最終回、尺的に多分もうちょっとゴブリンバトルで引っ張ってから大団円的な感じですかね。楽しみです。以上、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。気軽にコメントもどうぞ。